はいみなさんこんにちはレックス専任講師森田隆一ですそれではただいまよりこのミスト森田隆一の経済会計キーワード解説第五回目の講義を開始いたしますよろしくお願いいたします はい、えー、本日ですね、第5回目ということになりますが、あ画面の方ね、ちょっと切り替えていきますけど、まあ、本日のテーマは、ですねキーワードは M&A ということでありまして、ですね私の方うで、まあ、何十分かね、えー、ちょっとお話しさせていただくということでありますけども。 えー、なぜ私がですねこの M&A という言葉をですね、えー、キーワードとして選んだのかと言いますとですね、まあ、2017年度だったんですけども M&A のですね件数で見ますとですね過去最高だったんですよね。 えーまあ、具体的にいきますとですね日本企業がですね当事者となる M&A ですけども3050件ということで、まあ、初の3000件,台に突、えー、っと3000件台を突破ということで、まあ、金額はあこれよりも大きい金額がかつてあったんですけど、まあ、金額でも巨額のですね13兆3437億円ということで、えー、ものすごいね、えーまあ、額、件数の M&A があー、まあ、昨年になりますけども、えーまあ、昨年ね、えーそうで あったと でえーまあ、11年ぶりにです、ね、件数で過去最高更新ということで、あのーまあ、リーマン・ショックというのがありましたね2007年の秋だったわけなんですけど、まあ、それまではあの日本経済、ねまあ、2000年に入って、えーまあ、あんまり,やっぱり良くなかったわけなんですけども2006、ね、年とかあ7年は比較的良かったということだったんですけども2008年の秋にリーマン・ショックというのがあって、まあ、大手金融機関アメリカの、ね、リーマン・ブラザーズというのが倒れちゃってです、ねまあ、64兆円の負債を抱えて倒産ということだったわけです。 でまあ、それから世界中が景気が悪くなってということで、まあ、それまでは、まあ、けちょっとね、えー、景気も良かったものですから、M&A のです、ね、件数も、えー、多かったわけなんですけれども、そこから景気が悪くなって、M&A の件数も減ってきたわけなんですけれども、まあ、それがね、えー、だん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 あの上がってきてです、ね、まあ、昨年になりますけれども、3050件ということで、すね、まあ、M&A って、後でちょっとあの詳しく説明させていただきますけど、合併と買収のことをね、M&A というふうに言うんですね。 でまあ、2018年のです、ね、注目案件といたしましてです、ね、やっぱこれかなというふうに思うんですよね、まあ、具体的に言って、この案件があったから私ね、今回、M、M&A を、ね、お話しさせていただこうかなというふうに思ったんですけれども、まああのー、日本のです、ねえー、製薬会社でトップのです、ね、武田薬品がです、ね、アイルランドの製薬大手のシャイアーという、ね、会社をまあ完全子会社化するということでありましてね、まあ、子会社化する、完全子会社化すること自体は、それほどです、ね、びっくりするニュースで ではないんですけども金額ですね、これ6.8兆円ということでちょっとたまらけるようなですね金額であるということで、まあ、この金額は過去最大規模なんですね。まあ、2016年にソフトバンクがですねあの3.3兆円の買収をしました。 アーム社というね、アームというね、えー、その半導体の、何ですかね、半導体の設計かなんかの会社で、アームという会社があるんですけども、まあ、それは2016年にソフトバンクが、まあ、孫さんが買収する、したということで、3.3兆円のね、あの規模だったんですけど、それをね、はるかに上回る。 規模のでですすすね、えー、買収案件とといいうここありますから、まあ、これはすごいなとお武田のですね、えー、ウェバーというね、えーまあ、外人の社長なんですけども、ウェーバーというウェーバーさんがもう思い切ったことをしたなというふうに私はもうのこのニュースを見て思いましたけども、6.8兆円ですからね、大体いい規模で言うと同じぐらいですね、武田はだは大体2兆売り上げがないんですよ、1.8兆円ぐらいの,、まあ、あの売り上げの規模で、えー、このおシャイヤーという会社も大体いい同じような規模でですねで、日本のですね、もう本当に製薬会社トップ のですね武田といえどもやっぱり世界で勝負するとしたらまだまだ規模が小さいんですねですからまあそういうのもありまして、えー、規模を大きくしないとこれは世界で勝負できないとまいう背景があってですね買収とということになったんですよねまあ,あの世界でね本当にあのでかい製薬会社っていうのはもっとでかいところがいっぱいありましてねまあ、例えばノバルティスっていうスイスの企業だとかあるいは同じくロあのスイスのロ,ロシェという企業だとかねあるいはそうですね えーのアメリカのファイザーだとかもう売上でいうと5兆円超えてますよ、えー、ですからもうあの武田といえどもですね1.8兆円の売上ですから全然規模でいうとかなわないということですねですから世界でこれから勝負しなければいけないなぜならば日本というね日本の,その国内のマーケットって制約で見るとちょっとあんまり良い状況にないんですよね、えー、なぜならば日本の政府がですね今巨額の借金を抱えちゃってると GDP の2倍以上の借金を抱えてるわけですよね1000兆円を超えてる借金を抱えてるということですから社会保障費の削減にまと、あ。 どうしててもね移っいいかなざる得ないと少子高齢化でありながらもとということですねですから国内のマーケットだけでっていうのは非常にですね、えー、まあ難しいということですからこれから世界でやっぱりね、えー、まあどの業界もどの企業もね戦わなければいけないんでしょうけどもやっぱりその製薬のトップの企業である武田もねやっぱりそう,、えー、そういう状況にありましてですねだから世界で勝負しなければいけないと世界で勝負しなければいけないんですけどもファイザーだとかロシアだとかですねノバルティスだとかそういったところ からもう非常にでかいですから、戦うとしたら体力的に厳しいんですよね。しかもね。制約っていうのはね。やっぱりね。あの研究開発費、これが膨大にかかるんですよ。 あの売上でいうと20%以上、ね、研究開発で使ってますよね多いところは45%っていうところもあるんですよ、半分近くを売上の半分近くをです、ねあのえー、研究開発費にぶち込むという、ね、そういった企業すらあるわけなんですよね。ですからやっぱり規模が欲しいということでタケダというのはもう国内では圧倒的ですけどもやっぱりタケダといえども、まあ、規模が欲しいということで世界で勝負するとしたらということで、まあ、今回、ね、シャイヤーという、ね、会社を買収したということで規模でいうと6.8兆円ですからね。 これはもう本当に驚愕であるとただねこれはどうなのかなっていうふうに私はね制約のプロでは全然ありませんのでまあ本当に部外者ですからどあの私のねそのね発言なんかはそんなに信憑性ないとは思いますけどもただね1点どうなのかなというふうに思うのが。 あの武田といううののはも本当年近くの企業なんですよ、えー、武田長兵衛という方がですね作った企業なんですよね。でそれに対してこのシャイヤーという会社はですね1986年にね誕生したまだまだ新しい企業なんですよね。ですから企業文化が違いすぎんじゃないのかなと、まあ、シャイヤーというのは結構ね買収なんかでも大きくなってきた企業ですからああのまあ、規模でいうと売上の規模でいうと武田もシャイヤーもたい同じぐらいなんですけども。 あのまあ、社風というかね企業文化とかどうなのかなというのがありますよね、まあ、そういったところがくっついてどうなのかなというふうに、まあ、ちょっと思ってしまうんですけれども、まああの、やっぱり日本としてもです、ねまあ、あのこの武田のの、ね、買収がです、ね、うまくいってくれないと、やっぱり非常に日本,日本としてもちょっと困るかなということでありますので、まあ、応援は、ね、したいですけれども、今後どうなるのかなというふうに思いますね。でまあ、武田だけじゃなくてですね本本当に日本の企業ここれれはもうこれからもう成長 成長戦略の一環として M&A が絶対ありますから M&A を仕掛けてですねそしてあの日本の企業が成長していくという姿が、まあ、あの多くの場面で見られるかなという、まあ、そういったこともありますのでねその制約以外でもねですからまあやっぱりね今回私が M&A について扱っていると。 あとですね、これもね、長引いたんですけども、18銀行というですね、長崎県の長崎市にある銀行と、ですね、神和銀行、ですね長、同じく長崎のですね、まあ、佐世保市にある銀行なんですけども、それがようやく統合のメドがついたということだったんですねあの。2016年にですね、統合するという話が出,てた,でで出たわけなんですけども、まあ、それから統合が2度延期したということなんですね。 まあその2度延期したんですけれども、ようやくですね最近出てきたニュースではです、ねまあ、統合もするんだということで、2019年になりますかね、まあ4月かなんかにも統合するんだという話で王様、えー、あの決まったということなんですけれども、ようやくだなということで、まあこういうまあ背景があって、ですね、まあ、私の方でまあ今回、M、M&A をね、えー、扱わせていただいたと。で えまあようやく長崎の地銀がね統合するということなんですけれども、あの18銀行と、まあ、それから、新和銀行、新、ま、和、あ、銀行というのはあの福岡フィナンシャルグループの,ひあの中の一のつの銀行なんですね、福岡フィナンシャルグループというのは福岡銀行、それから熊本銀行ですね、それから新和のの銀行というこの3行が福岡フィナンシャルグループの,あのえー下にねぶら下がっているような形になっておりましてです、ね、で、まあ、本当、福岡フィナンシャルグループは今、勢いに乗ってますね。あの まあ、地銀といえばやっぱり横浜銀行あの今コンコルディアフィナンシャルグループというふうに言うんですけどもあの、えーまあ、コンコルディアと、まあ、その福,福,福岡フィナンシャルグループですね、まあ、それがまあやっぱりね地銀の優かなというようよな感じなんですけども、えー、福岡フィナンシャルグループはですね2018の3月期の決算で過去最高期を叩き出しておりますしそれから資産の規模で言うとですね地銀で初の20兆円台突破してますから20兆円というのは非常に、ね、資産の規模で言うと、まあ、もちろんメガバンクテン 何百兆も資産ありますけれども、まあ、メガバンクはもうちょっと例外ですから。まあ、地銀でいうと、二十兆円の大台を超えるというのは、やっぱりね、すごい。資産の規模だということなんですけど、それがあのね。この福岡フィナンシャルグループ、ええ、大台を突破しましてね。 でまあ、20兆というのはまあ規模としては非常にでかいんですけど、あの全国で展開しているリソナだってです、ね、まあ、50兆ですから、資産の規模ですから、まあ、えー、もちろん、ね、半分以上の差はあるわけなんですけども、20兆の大台まで、えー、来てるということで、あの大台を突破しているということで、まあ、非常に今、勢いに乗っているのかなとで、その福岡フィナンシャルグループの中にいる神話銀行と18銀行が、まあ、いずれくっつくと、まあ、合併という形になるかと思いますけども、合併するんだということで、これがまあようやくね、話がまとまったわけなんですね。 でまあこれはですね金融再編の一環なんですね、まあ、金融庁なんかは、ですねもう今、もう金融再編ということで、えー、どんどん合併するべきだっていうふうにおそらく考えているとは思うんですけれども、今ね、金融の状況っていうのはね、もう非常にですね金融機関が多すぎて、これは困ってるっていう状況なんですね。 まあ、地銀でいうと、まあ、第一地銀と第二地銀というのがあるんですけど合わせて105個ですよ。で信用金庫ですね270もあるんですね。で新組というふうに言いますけど信用組はですねこちら157もあるということで、まあ、非常にですねものすごい数のですね金融機関があるわけなんですよね。ですから、まああのー、これがね日本 右肩上がりの状況だったら、これぐらいの金融機関があってもいいのかもしれないと。だけど、これから少子高齢化に入って、国内の需要がどん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 減ってくる状況にあるわけですから。まあ、これだけのですね、金融機関が、ど、あの、あるとどうなのかなと。えー、弱いところは、は体力のないところは、どんどん潰れていくということになりかねないんですよね。で、やっぱり金融機関が潰れるというのは、いいニュースじゃありませんから、影響が大きくなりますからね。えー、ですので、やっぱりこれからくっついてって、そして、まあ、あの、規模を大きく、規模を大きくすると倒れ。 にくくくいいですかからやっっぱりこうくっついていく必要があるのかなとで規模を大きくすると倒れにくいですしやっぱりシナジー効果っていうのが出てきますんでね、まあ、金融庁なんかは金融再編の一環としてです、ねまあ、あの後押ししてるんでしょうねだからメガバンクに関してはです、ね、もう本当に3行に集約されてるじゃないですか三菱 UFJ 銀行それから三井住友銀行そしてみずほ銀行ということで、まあ、メガバンクに関してはもうねある程度固まっているということなんでしょうけどこれからやっぱり地銀信用金庫信用組合 ここで金融再編を、ね、どん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 活発に行われていかないとこれからの日本はどうなのかなということですよね。であともう1点、まあ、短期的っていうふうに言ってもいいのかなというふうに思うんですけど、まあ、短期ないしは中期的な話なんですけども。今あの日本銀行が あのマイナス金利っていう政策をやってんですよね、まあ、日本銀行当座預金というのが、まあ、あるんですけどもそこに預けてるお金に対してマイナス金利を付してるということなんですけども、まあ、だからそのマイナス金利になってですね、まあ、マイナス金利の話をどっぷりやるとちょっとお時間かかってしまいますんでちょっとマイナス金利というのがあるということで、まあ、ここはちょっとあどめておいていただければと思いますけどマイナス金利という政策を、まあ、やりますとですねなかなか金融機関がですね まあうん、稼げないんですよね、えー、ですので、まあうん、稼げないということで収益性が非常に下がってきているわけですから、まあ、やっぱりどん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 んこれくっつかざるをえない状況でもあるのかなということなんですよね。 まあ、あのメガバンクみたいにですね、まあ、先ほど申し上げましたけど何百兆という資産規模があってもう利益も巨大でというふうになりますとですね世界で勝負できるんですよ。だけどやっぱり地銀のレベルだとどうしてもですね世界で勝負するには非常に厳しい規模ということですからやっぱり国内でビジネスしていかざるを得ないということなんですけど国内も需要が下がってきているとそして需要が下がってきているにもかかわらずこれだけ機関金融機関が多いわけですからこれはもう統合以外は仕方がないのかなということなんですよね。 ですからまあ今後の日本経済を考えるとですね多すぎるんでやっぱり金融再編、くっつくっていうのがまあ致し方ないかなということなんですよね。 でまあ、なぜですね2度も、あのまあ、だからこういう状況にあると、だからくっつくことは、もうむしろ喜ばしいことなのじゃないのかという状況にあるわけなんですけれども、なぜ2度延期されたのかと、ね、くっつくって言ってて、なあの2度の,、ね、その延期ですよ、じゃあなぜ延期されたのかというと、実はね、舞台裏でこういうのがあったんですよ、ちなみにということなんですけれども、まあ、金融庁、公正取引委員会、どちらも内閣府の外局に当たりますね、昔、金融庁はね、あの大蔵省の中にその金融の舞台があったわけなんですけど、 Som あの2000年、えー、1990年代の末にいいろろあったんですよねノーパンしゃぶしゃぶだとか,なんかこう、ね、接待でねあの金融機関の方々の接待でいろんな,なんかこうあの悪いことが出てきちゃったんで、まあ、その財政と金融を分けるということであの、まあ、あの大蔵省の金融部門がです、ね、飛び出しちゃったということで、まあ、内閣府の外局という形で、まあ、今金融庁があるわけですねでそれからまあ公正取引委員会というのは昔からありますけど、えーまあ、そちらも内閣府の外局にあるわけなんですけどそこが、ね、ちょっとね まあ対立って言ったらあれなのかもしれませんけど、まあ、あの意見の食い違いがあって、えーそのですね、神話銀行とです、ね、18銀行の,その系統合ですねこれがちょっと伸、ね、び伸びになってしまったと。 まあ具体的に言うとですね金融庁は金融行政を担っているわけなんですけども業界再編、ですね先ほど申し上げましたように数がとにかく多すぎるとで国内の需要は、まあ、これからどん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 冷え込んでいくでしょうと消費し高齢化ですからねですからまあ金融機関の統合を加速させたいっていうのが、まあ、あの金融庁の思いの中にはあるわけですね。 だけど一方で公正取引委員会はどういうふうに考えているのかと言うと独占禁止法に基づいてまあ動いているわけなんですけど市場の番人というふうに言われておりまして、ねまあ、あ統合ですね、統合が果たされたらですね、えー、その18銀行とですね、それから新和銀行ですね、統合がなされて新和銀行というのは福岡フィナンシャルグループに入ってもらいますからで福岡フィナンシャルグループというのは先ほどちらっと申し上げましたけど福岡銀行と熊本銀行というのもあのその中に入ってますからその福岡銀行とかそういったね、福岡フィナンシャルグループ

だから、もう本当にね、4分の3がですね、福岡フィナンシャルグループ絡みのからの融資ということでありましてね、これはそのまあ市場の番人と言われる公正取引委員会からしたらですね、ちょっとシェア高すぎんじゃないのと、これ、独占禁止法違反なんじゃないと、ほぼ独占じゃないかということで、ストップかけてたわけですね、統合ストップかけてたということで,で、結局、決まったわけなんですけど、その融資のシェアを下げるということで、それでようやくね、話がまとまったということなんですけど、融資のシェアが、だから今、 あの統合後、えー、確か6割とかそれぐらいにこう下げてですほ、ねまあ、他の金融機関に融資を、ねえー、変えてもらってということであの融資のシェアを下げる統合後の融資のシェアを下げるということで統合をまあ公正取引委員会が認めたということで、まあ、あのそういうい結,、まあ、結局は統合ということだったんですけど、まあ、その公正取引委員会の,その主張。 それは競争が失われるっていうことなんですね。やっぱり競争というのはね、私の経済学の講義であの強調させていただいているところなんですけども、競争がなくなるとですね、よかなるよからぬことが起こるわけなんですよね。やっぱり競争がはあの激しくないとですね、やっぱりその消費者、えー、ユーザーのそのね、えー、そういった。 あの利便性が下がったりだとかですね状況が悪くなってしまうというのがあるんで競争状況を保たなければいけないということで、えー、まあだから独占だとかあるいは河川の状況ですね競争が非常に少ない状況っていうのは好ましくないということで公正取引委員会がいるんですよね独占禁止法があるんですよねでそれに基づいてまあ公,取公,取公正取引委員会が動いたわけなんですけども、まあ、今回ね融資のシェアを下げるということで、えー、まあ認めたとということですね、まあ、こういう舞台裏があったということなんですけども で、えー、話はちょっと戻りますけどね、えー、だからシェアが高すぎるというのが問題だったとで話を戻しますけどもじゃあ M&A っていうのはそもそも何ですかということなんですけども、えー、合併と買収というふうに訳すことが、まあ、多いかなというふうに思いますけど、まあ、英語で言うとマージャーアクイジションということでマージャーが合併ですねで買収がアクイジションということでありましてね、えーまあ、それで M&A というふうに言うんですね。 M&A の目的って何でしょうかということになりますけども、えーまあ、いろんな目的があるんですけども、まあ、ちょっと2つだけピックアップさせていただきましてね、えー、同業種の事業企業を手に入れてですね規模を拡大したりだとかですねね競争力を強化したりというこでです、ね、ですからまさに今回のですね、まあ、例えば佐世保を基盤としているです、ね、州長崎県の佐世保市を基盤としている神和銀行とそれから長崎県の長崎市を基盤としているです、ね、18銀行それがくっつく というのは、やっぱり競争力を高めるっていうことですよね。やっぱりこのええー、ま金融機関の数が全国で見ると多すぎますから。競争力を上げないと、自分たちが倒れちゃうと。 たぼ、えー、れちゃったら地域経済に対する悪影響っていうのはもう計り知れなませんからね長崎経済に与えるそのね、えー、影響っていうのはもう計り知れない、えー、ですからあくっついてね体力をつけるだとか規模を大きくするだとか競争力を高めるっていう必要があるということで、まあ、くっつくということであるいはさっきのねあのシャイヤーと、まあ、武田もそうですよね規模を拡大する、ね、武田が世界で勝負するとしたらやっぱり規模がもっと欲しいんですよね、えー、競争力をもっと高めなければいけないですよね。えー、それのためにシャイヤーを 回収すると武田とシャイアーはたい同じ規模ですから、えー、武田とシャイアーがくっつくことによってだいたい3兆を超えるんですよ売り上げが。で3兆を超えれば、まあ、例えば日本でもなじみのある製薬会社でいうとジョンソンジョンソンっていうのがありますけども、まあ、ジョンソンジョンソンがたい売り上げでいうと3兆ですからだいたいそのシャイアーと武田がくっつけばですねそのジョンソンジョンソンぐらいの規模になるということで、まあ、そうするとん世界の,その製薬業界でいうとベスト10に入れるわけですね。今もうベスト 20にもうベスト20にようやく武田が入るということで武田ほどの、まあ、日本でいうとね武田薬品知らない人はいませんよでもうだんとあのやっぱり日本のリーディングカンパニーだということはもう本当にね、えー、周知の通りですけどもそんな武田という企業でもですね世界ではようやく、まあ、例えば18とか19とかなんですよ売り上げの規模でいうとねでそれがファシャイヤーとくっつくことによってベスト10に入れるということですからジョンソンジョンソンとかその辺の、えー、ところとね大体いい肩を並べることができる規模になるということですからようやく これででで世界で勝負できるのかなと規模的にはねただ、まあ、社風とかそういうのは全然違うでしょうからこれからちょっと、ね、問題なんかも出てくるのかなとは思いますけどね。でそれからね同業種以外にも、ね、異業種に参加したいっていうのもあるんですよね。新分野へ進出っていう場合もやっぱり手に入れることが多いですよということであります。だから、まあ、M&A の目的っていうのはいろいろあるんでしょうけども同業種で、えー、もっともっと頑張りたいとあるいは異業種に参入したいということでもう買っちゃおうということですね。 あのーまあ、地道にやっていくっていうのももちろんあるわけなんですけどもだから時間を金で買うっていうことなんですよね M&A っていうのはね、あのーまあ、10年20年やって規模を大きくしていくっていうことももちろんそれも一つの選択肢であるとしかしながらやっぱり買収するということは今その規模が手に入るということですからもう金,あの金で時間を買ってると、まあ、いうことに他ならないのかなということですね。 まあ、M&A の種類ということでありまして、ねまあ、いろいろあるんですけれども、例えば合併ですね、まあ、合併というのはです、ね、文字通りくっつくということで今からお話しさせていただきますけど文字通り A 社と B 社があってくっつくと、えー、一つの会社になると、これが合併ですね。でそれから 株式交換これもやりますで株式移転、会社分割、事業上等、まあ、こちらは、ね、ちょっと申し訳ないですけど、本日はお話ししないということで、まあ、例えばこういうのもありますよということで、こちらはちょっとごめんなさい、えー、本日は時間の関係で割愛させていただきますけど、合併と株式交換ですね、こちらをお話しさせていただこうかなと思っておりますね。では、あの企業が合体するということでありますけどね、企業が合体するというのは何かなということでありましてね。 まず企業が合体するとてくっつくってことですからあの文字通りまり合併というのがあるんですけれども合併というのはこうですねえ2つ以上の企業が合体してですね法的にも1つの会社になると、えー、九州合併と新設合併というまあ2種類の合併があるんですけれども、えー、1つの会社になりますよと、まあ、例えばですねあの先ほどメガバンクの話を申し上げたと思いますけれどもあの東京三菱銀行という銀行とですねそれから UFJ 銀行というのがあってですねそれでまあくっついてですね東京三菱東京 三菱 UFJ 銀銀行行といいう一つの銀行にななったじゃないですか、まあ、最近ですね,、えー、と 2018, ですかね2018年の4月1日から「東京」という文字が消えちゃったんですけどね非常に残念なんですけど私としては私三菱の人間では全然ないんでお前が残念がある必要はねえだろうっていう感じなんですけどやっぱり東京銀行っていうのは非常にあの歴史のある銀行だったんですよ為替を専門にやってるという銀行で、まあ、非常に歴史のある銀行だったんで「東京」という文字はやっぱりねあのなんていうのかな えー、そういうのを知ってる人間にとってはあのー、なんかね えー、あのあのやっぱりね、あ,のあって、ほあのその名前の中に食い込んでてほしかったんですけども、そこが取れちゃったということで、やっぱりね、一般の方からすると、あのえー、三菱 UFJ 銀行の方が言いやすいですから、それでも長いっていう方いらっしゃると思うんでね、だからもう、東京ってもうはあ外してくれっていうか、そういうニーズがあったんでしょうかね、私はなんか、東京っていう文字にはね、かつての為替専門の銀行というね、えー、そういうイメージがあるんで、まあ、東京という文字も残ってほしかったんですけども、まあ、取れたということで、今はね、 東京・三菱銀行と UFJ 銀行がくっついてあれは合併に当たるわけですねより正確に言うと九州合併という形になるわけなんですけどね2つ以上の会社が1つの会社になると法的にも1つの株式会社になっちゃうとこれが合併です。一方で これもあるです100%支配の親子関係の形成ということで、まあ、両方の会社の法人格は保持したままでだからどちらも株式会社という形は残るんですよどどちらもも株式会社という形は残るんですけどもこの合併と同様の効果が生じるその親子関係を形成するとこれは株式交換という手法でなされるんですね。 例えば後でちょっと申し上げようかなというふうに思ってるんですけれどもあの、まあ、例えば山田電機ですねあの群馬県の、ね、山田電機とあとあの九州の,あの福岡の、ねえー、ベスト電機ですかあ,のあれもあのくっついたわけなんですね山田電機とそのベスト電機というのはくっついたわけなんですけど1つの会社にくっついてるわけじゃないんです。 親子子関係ににななってるわけなんですよね、えー、子会社にしたとだからヤマダ電機がそのベスト電機を子会社化したということでありましてだからヤマダベストっていうねその一つの会社にな,になってるわけではないとだけどその、えー、そのあのベスト電機をねヤマダ電機が買ってですね一つのグループとしてですね あの合併ではないんですけども、まあ、同じ効果が認められ、えーえー、予想できるような、ね、形にこう、ね、一つの塊になったということでだから合併以外にもくっつくという、ね、親子関係親会社子会社の関係で、えー、合併以外にもくっつくという、ね、そういった選択肢もあるんだとでなぜその合併じゃなくてそういう、ね、親会社子会社という関係でくっつくそういう選択肢を選ぶのかというのはちょっと後ほど、ね、あのお話しさせていただこうと思いますね。 と親子関係を作るという、ね、この2つがあるのかなとでです、ねまあ、合併からいきますけど合併のほとんどが合併のほとんどが私合併といったらもう、九州合併以外はほとんど見ませんね合併といったらもうほとんど九州合併だというふうに思っていただければと思いますけど、えー、こんな形なんですね。 A 社がいますあの具体的に言えば先ほど申し上げた東京・三菱 UFJ 銀行ですね今東京という文字が消えてしまいましたけども、えー、A 社がいますよとでこちらが存続する会社なんですねで B 社があ消滅する会社なんですですから先ほどの申し上げた東京・三菱 UFJ 銀行で言ったら東京・三菱銀行が存続会社にあたるんです。 そして、えー、消滅すする会社が UFJ 銀行なんですねだから UFJ 銀行を吸収して東京三菱銀行が UFJ 銀行を吸収してですねそして名前を東京三菱 UFJ 銀行と新たにして合併したというのがこれ吸収合併なんですね。ですかね。ね。A 社と B 社がいて B 社を吸収してで、えー、それで新しい会社になるとこれが吸収合併なんですね。 で東京三菱 UFJ 銀行の場合は名前を、ね、東京三菱銀行から東京三菱 UFJ 銀行に変えてるということになるんですね。まあ、これがほとんどの合併です。合併といったらもうほとんどが九州合併ですね。ほ、まあ、他のメガバンクもそうですし、えーまあ、新日鉄住,住金とかそういうのもあの九州合併ですよ。あの新設合併というのもあるんですけど、まあ、ほとんど見ないですね、新設合併はね。でなんでかっていうと、あのごめんなさいね、じゃあ新設合併の方にちょっと行きますね。 新設合併というのは A 社がいますよと B 社がいますよとどちらも消滅するんです A 社と B 社がくっついて新しく C 社という会社ができるんです A 社と B 社がくっついて新しく C 社という会社ができますよとこれが新設合併なんですねで非常にレアなケースですあのかつてあの今三越とですね伊勢丹がくっついておりますけどそのくっつくだいぶ前ですね2003年ですね2003年に、ね、三越という企業はあの合併してるんですよ えと千葉の三越だとか名古屋の三越だとかあと福岡の三越だとかあとどこだったっけなどっかその 4, 4つ三越があったわけなんですけどそれが合併してるわけなんですけどそれ親切合併でやってますだからそれぐらいしか私あんまり記憶にないんですけどね親切合併というのはねですからまあ親切合併というのは、ね、非常にレアなケースであるということですねでなんでレアなケースなのかっいうと親切合併したら面倒くさいんですよいろんな意味でね、まあ、例えばその面倒くささでいうと特に銀行ですよ銀行がこれもし親切合併しちゃったらですねあの銀行をするっていうのはその免許が必要な なんですよね銀行をやりたいというふうに言ってもですねまず免許を取らなきゃいけないわけですよで免許を取るのは大変なんですよね許認可制度というふうに言いましてその免許を取るというのはもう非常に会社の規模とか,とかいろんな実績だとかいろんなその、えー、その項目があってそれは全部クリアしないとですね銀行業の免許をもらえないということですから非常にその許認可制度の中でも免許制というのは非常に厳しいわけなんですけどもだからあの、えー、新設合併をしちゃいますとね例えば、えー、三,菱東京三菱東京銀行と UFJ 銀行が新設合併を 合併しちゃいますとまた新しくその銀行業をするために免許を取らなければいけないんですよそしてもし上場するのであればまた新しく上場しなければいけないんですよ非常に面倒くさい非常に大変ということで大変な思いするの嫌じゃないですかですからね吸収、えー、合併だったらもう免許を持ってますからそのまま使えるわけですよ 吸収合併だったら上場してますから、そのまま上場企業としてやっていくわけですよ、やっていけるわけですよね、ですから、その新設合併の方が非常にデメリットが多いということで、あの新設合併というのはほとんど見ないということですね、レアケースというふうに考えていただければと思いますねだかかららほとととんど合併って言ったら九州合併併いったなうことですね。 でえー、っとあともう一つありましてね株式交換ということでありましてね、えーまあ、例えばあの親会社子会社関係を作るということでヤマダ電機とベスト電機のお話させていただきましたけども例えばヤマダ電機、えー、ですね A 社ですねで B 社あベスト電機なんですけどもヤマダ電機というのは群馬県を、えー、地元とする、えー、その電気屋さんでベスト電機はあのー、福岡県を、えー、地盤とするです、ね、電気屋さんなんですけどもヤマダ電機がベスト電機を買ってですね 完全に子会社化しているわけですね。で、その手法が株式交換というふうに言うんですね。で、株式交換というのは何かなって言っても文字通り株式を交換するんですよ。ヤマダ電機とそれからベスト電機の株主とその株式を交換するんですね。ベスト電機の株主からベスト電機の株を あのいただくんですその代わりヤマダ電機はヤマダ電機の株をねそのベスト電機の株主の人に渡して株式を交換するんです株式を交換してそれで100%そのヤマダ電機が株をね手に入れて100%子会社と完全子会社とすること、えー、これをかあの、えー、株式交換というふうに言うんですね。 で、この株式交換を、まあ、例えば、ヤマダ電機があ、その、ベスト電機にやったということですね。でね、これ、株式交換という手法なんですけど、なんで、これ、合併じゃな、ダメなんでしょうかということなんですけど、やっぱり、ね、合併じゃない方がメリットがあるっていう場合もあるんですよね。だからかん、あの、えー、親会社、子会社関係を、えー、作った方が、ね、もちろんよりくっつくよりも、親会社、子会社関係を作った方が、あのー、メリットがあるっていう場合もあるんですね。まあ、例えば あのベスト電気っていうのはやっぱりこのブランド力があるわけですよ、福岡県でね、例えば福岡、九州に行くとですね、やっぱりあのベスト電気ってあるわけなんですよ。 やっぱり地元の方からするとですね、ベスト電気っていうのは定着してるわけですね。ですからヤマダ電機があの福岡県に乗り込んでですね、ヤマダのブランドでやるってことももちろん可能なんでしょうけど、やっぱりベストのベスト電気のそのブランドを使った方がですね、多分商売うまくいくんですよね。まあもちろんその東京でもね、今ヤマダ電機は普及しておりますけれども、あのやっぱり私ずっと東京の人間なんですけどね、あのー、例えばヨドバシカメラだとかビックカメラだとかね、あるいはそうですね、うん、昔あのカメラの桜っていうのがねあったんですけど、も、え、う、ー、今 な,くなっちゃいますよねだからやっぱり東京の人間からするとヨドバシだとかビッグだとかねそういったところの方がその何て言うかな愛着があるわけですよ。でそれと同じでおそらく福岡の人からするとね福岡の人と話した話してるわけじゃないかですから私の想像なんですけどもおそらく福岡の人からするとやっぱりベスト電気っていうのはう本当に愛着のあるねそういった電気屋さんでしょうからやっぱりベストをそのまま使った方がいいと思うんですね。ですから親会社子会社社子関係、えー、をそあの のいあのだからあのベスト電機のですねその会社形態を維持したままそれで、あのー、くっついた方が得だとヤマダ電機がベスト電機をもうあの吸収するよりもねそしてベスト電機のブランドをなくすよりも、あのーまあ、それぞれ、ねえーまあ、法人格を別としたね、えー、そういった状況の方がおそらく商売しやすかったんじゃないかなというふうに思うんですよねなななのので残してるんじゃないのかなと、まあ、あるいかとあはね。 あの先ほど社風の話申し上げましたけれどもあのー えー、シャイヤーとですねそれから武田ですね社風違うんじゃないかと歴史が全然違いますしね、えーまあ、片や結構賠償を繰り返してきて大きくなってるそのシャイヤーとですね、まあ、武田ってちょっと社風どんなのかな違うんじゃないかなというふうに思うんですけどもそういったところなんかはやっぱりねあの子会社関係の方があのくっつくっちゃうとですね、まあ、ちょっとひょっとしたら弊害かんじゃないかなというふうに思うんですけどね、まあ、ちなみに武田とシャイヤーはいずれかあの、まあ、合併するということでまずはその子会社化して。 よくやるんですけどね2段階の,そのステップを踏む場合があるんですけどまず子会社化してそれから合併という流れがまあ結構多いパターンなんですけどもあの、まあ、武田とシャイアはまず子会社化武田がシャイアをしてですね、まあ、合併という流れにいずれ行くんですけどね。 まあいずれにいたしましてもそのまああの株式交換要はあの親子関係親会社子会社関係を作るっていうのにもやっぱりメリットがあるんでえしたがってまあそちらを選ぶっていうのもあの商売の形態にしてはあるでしょうしもう本当に一つのものとなるというねえ三菱 UFJ 銀行のようにもう本当に一つの会社となるというねそういった形態もあるでしょうしそれはもうそれぞれのビジネスの状況によって違うでしょうけどもえありましてねえまあ株式交換と、あ。のー 九州合併というね、そういったその M1 での。 えー、一つの形態まあるということでかあのー、先ほども申し上げましたように、まあ、私といたしましてはねなぜこの M&A を、えー、本日そのキーワードとして選んだのかというとやっぱりこれからの日本の企業のですね日本企業のですね成長戦略やっぱり日本の企業が元気がいないと日本という国もダメになってしまうということですねやっぱり日本というのはやっぱり経済大国ということで、えー、私は認識してるんですけども、あのー やっぱり日本ってもうそ,のそこが弱くなっちゃうともう本当に世界的にもです、ね、発信力が弱まってしまうと思うんですよねだから元気な企業がもっともっと出てきてほしいということで企業にはこれから世界で勝負しなければいけない状況に、ね、もう少子高齢化で国内のマーケットが冷え込んできておりますから世界で勝負せざるを得ないとその時にじゃあ何をするのか何を成長のためには必要なのか成長戦略を考えるとやっぱり M&A っていうのが必ず出てきますんで、まあ、そういった意味合いを込めてです、ね ですね。私は今回お話しさせていただいたということで、まあ,あの今後のね日本日本の企業そして日本経済を考える際に M&A っていうのはキーワードになるかと思いますので、ぜひ、えー、興味を持って、えー、見ていただければと思っております。えー、それではですね、えー、本日の講義は以上とさせていただきます。どうも皆さんお疲れ様でした。